それでは委員会を再開いたしますよろしいですか次に京都市大型汎用コンピュータオープン化事業についての報告を聴取いたします理事者報告を願います米谷情報化推進室長はい着席して報告してくださいあ,ありがとうございますそれでは京都市大型汎用コンピュータオープン化事業についてご説明申し上げます お手元の総務消防委員会資料をご覧くだえい大型汎用コンピュータオープン化事業における一括処理システムの開発の遅延につきましては第三者の専門家で構成する京都市大型汎用コンピュータオープン化事業検討委員会において遅延原因の究明と裁量の方策の検討を進め本年6月28日に検討委員会から調査報告書を受領し 7月3日開催の総務消防委員会でご報告させていただいたところでございますこの調査報告書の結論も踏まえ本市として改めてオープン化事業の実現に向け受託事業者への対応を行っておりますので現在の状況につきましてご報告いたします1受託事業者の意向の確認等括弧1通知書の送付でございます 調査報告書の受領後、調査報告書の結論も踏まえ、本市として受託事業者への対応を検討してまいりました。別紙の参考資料、京都市大型汎用コンピュータオープン化事業検討委員会調査報告書についてをご覧ください。調査報告書につきまして、ポイントとして、遅延原因と今後の取り得る選択肢の概要をおまとめしております。 調査報告書においては根本的な遅延原因は開発初期のテストの遅延にあるとした上で当事者間の本プロジェクト全体についての品質管理担保に関する考え方の相違があり受託事業者の初期作業品質の低さに起因するテスト計画書の修正レビューの繰り返しや受託事業者の契約上の義務に対する意識の不十分さに基づく説明不足がこれら テストの遅延原因ととなったとされていますこうした遅延原因等を踏まえ現状の維持すなわち現行受託事業者のみによる開発を継続することは必ずしも適切と評価することはできないとしているものの今後取りえる選択肢として選択肢1マイグレーションによる開発の継続の場合の確保に実施方法の1の丸に ににございますようにプロジェクト管理者として新規事業者を選任しつつ受託事業者にマイグレーション開発を継続させるという選択を排除しないとされております総務消防委員会資料の1ページにお戻りください本誌といたしましてもこのような調査報告書の結論と裁量の方策を尊重し直ちに受託事業者との契約を解消することはせず 受託事業者に対してプロジェクト管理者として新規事業者を選任することで開発を継続する可能性等についての意向を確認することとし7月21日に通知書を発送したものでございます次に括弧に通知書の内容でございます本紙として現在の受託事業者と継続する場合に必要な条件として3つの条件を示し これを前提として2週間の期限を設け、本市との協議に応じる意向の有無を確認することといたしました。具体的な条件は、丸1、現在の契約金額の範囲内で完成させること、追加費用は支払わない。丸2、遅延による本市の損害を賠償していただくこと、金額については協議。丸3、記者の負担において、本市の承認し得るプロジェクト管理業者の選任と、 開発体制の構築をしていただくこと以上の三つでございますまた少なくとも当面の間は開発体制が未定の状態となるため損害拡大防止の観点から開発作業の停止を申し入れており7月24日から開発作業を停止しております次に括弧三）受託事業者の回答でございます受託事業者からは8月4日付で本市との協議解決を望むとしているものの 本市から示された3条件をそのまま受け入れることは困難であること、さらに調査報告書の内容が不当であるとの趣旨の回答がありましたえ。次のページをご覧ください。2、今後の見通しでございます。先ほど申し上げましたように、本市からの通知書による協議の申し入れに対して、自宅事業者からは本市提示の3条件をそのまま受け入れることは困難である等の 回答ががありましたが本紙と,としては本件に関して円満な解決の可能性を探るため8月10日付で受託事業者に対し対面による協議を提案しているところでございます。なお本提案に対する回答期限につきましては2週間後の今月23日としており受託事業者の夏季休業もございましたことから本日午後1時時点では回答をいただく いてない状況でございます説明は以上でございますよろしくお願いいたしますご苦労さんですそれではただいまの報告について何か質問はございませんかえそれでは森田副委員長どうぞ 先日はですね仙台市でこのオープン化事業の調査を行わせていただきまして仙台市のオープン化は話をお聞きしていると少しあの京都市とは携帯スキームが違うような状況でございましたけれども改めてこの京都市が進めようとしておりますオープン化その行政サービスの向上とかですね今までこの特定の事業者しか触れなかったシステムをオープン化して まあ、高止まりしている経費等をですね、えー、節減していくと、まあ、そういったあ大変意義ある事業だなと再認識しておったところでございますけれども、まあ、これがあの失敗してしまっては、まあ、もともこも,もないということですので、えー、今回、まあ、この <coughs> 事業検討委員会、第三者によるものが終わりまして、調査報告書が、まあ、提出されたわけでございますけれども、これを踏まえて、まず、この京都市としては、 どのような方針でこのことについて、これから進めていかれるのか、お聞きしたいと思いますけれども、いかがでしょうか米谷情報化推進支、はい、市としての方針についてのご質問でございます。調査報告書では、主たる遅延原因につきまして、プレパイロットテストおよびパイロットテストの遅延にあると判断し、 えー、京都市および受託事業者の間には当事者間の本プロジェクト全体についての品質管理担保に関する考え方の相違があり受託事業者の初期作業品質の低さに起因するテスト計画書の修正レビューの繰り返しや受託事業者の契約上の義務に対する意識の不十分さに基づく説明不足がこれらテストの遅延原因となった。 とされておりますまた今後の裁量の方策においても受託事業者のみによる開発を継続することは必ずしも適切と評価することはできないとされております調査報告書におきましては主たる遅延原因が本市側にあったとする言及はなくまた主たる遅延原因として受託事業者の初期作業品質の低さや マイグレーションの専門家としての説明不足に言及されていることに特に私ども注目をしているところでございますこうした調査報告書の内容も踏まえまして本市として遅延の責任は受託事業者にあると判断しますとともに受託事業者のみによる開発を継続することはしないものの直ちに受託事業者との契約を解消することはせず プロジェクト管理者としての新規事業者を加えた開発体制による継続の可能性を探ることといたしたものでございます一方結果として遅延が生じておりましてこうした事態を招いていることにつきましては真摯に受け止めており当事者としてこの調査結果も重く受け止めているところでございます反省すべき点は反省し今後取り入れるべきは取り入れていかなければならないというふうに考えております 森田副委員長あの今のお話聞いておりましても、京都市としては、この調査報告書を踏まえて、まあ、今後の方針を決めて、えーまあ、最善の方策を取っていくということだとあの理解しておりますけれども、これ、一方で、受託事業者のほうはです、ね、この報告を読ませていただくと、受け入れ困難と、そしてまあ調査報告書の内容についても、不当だということで主張されておりますけれども、 この自宅事業者、根本的にどういった理由でこの、えー、そういうことを言われているのか、そしてまたこの京都市と見解の相違、これはあのどういうところにあるのか、この辺はいかがでしょう。う小谷市,市長あの本市と、えー、IT 事業者とのまあ見解につきまして、今後、その対面しての協議というものを、えー、私ども提案しておりまして、そのことも通じて明らかになればというふうに考えております。 ただ、協議前でもございまして、この場で私どもから一方的にその内容をご説明することは差し控えさせていただきます森田副委員長。はい、であの、その点は分かりました、まあ、今後、協議もあるということですんで、であの今回、通知書で,です、ね、京都市の方は3つ条件を、えー えー、条件で協議、えー、に応じる意向の有無を確認するということですけれども、まあ、この3つの条件、私からしてもです、ねまあ、当然まあ当たり前のことなのかなと思って見ておりますけれども、えーまあ、これ一方で自宅事業者は180度違った、えーまあ、評価をされている中でそんな中で協議をです,、ね、する意味があるのかどうか、えー、少しこちらにも書いてありますけれども 直ちに受託事業者との契約を解消することはせずとありますけど、まあ、その契約の解消なんかいうことも、ですね一つまあ選択肢としてはあったのかなということも思っております、まあ、しかし、一度も話し合いの場を持たれるということです、これ京都市として、えー、受託事業者とこのまあ契約をですね、まあ、継続したいのかなというようなことも、私、感じてしまうこともあるんですが、 えー、協議する以上、この3条件について、えー、京都市として譲歩するようなあお考えがあるのかどうか、そのあたりについても教えていただきたいと思います米谷市あ長。まず3条件につきましてでございますが、えー、3条件はあの3つございます、えーまあ、大図紙で申しますと、1番、丸1はですね、11億円であのこの業者と。 契約を締結しておるんですが、その契約を遵守してくださいと、まあ、我々は追加費用は支払わないと。2番、丸2でございますが、遅延に伴い、市民の皆様の税金が追加で必要となっている状況であることに対しまして、損害を賠償してくださいということでございます。でそして3番目、丸3でございますが、 契約内容の確実な履行の担保、この業者のままでは報告書でも完成がおぼつかないという趣旨のことが掲載されてございましたが、こういう担保を求めてますと、プロジェクト管理業者を選任してくださいということを求めておりまして、遅延という状況にありながら、本市として自宅事業者との現在の契約を継続するという判断をしていくために、 まあ必要最低限必要な条件というふうに考えて提示をさせていただいたものでございますであの協議でございますがあの、まあ、少なくとも書面のやり取りだけではわからないこともあると考えておりまして、まあ、あの先方が誤解をされているのではないかと思われる部分もございます。 市民の皆様の利益の確保を前提に円満な協議解決の可能性を探るというためにも先方の回答の趣旨を確認するということが必要であるというふうに考えておりますあの合意の可能性があるのかどうかも含めまして協議を対面協議をすることによって確認をいたしたいというふうに考えております。森田副委員長これはの事業もです、ねまあ、大幅に あの遅れておりますし、これ、日々追加費用がどん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 加算されていくわけですから、この協議についても、まあ、ある程度のところで、まあ、期限を切らないといけないというふうに思っているんですけれども、この期限について、このあたりはいかがお考えになっているのか、教えてください辻、えー、プロジェクト国際化情報化担当局長。はい、あの先生、今ご指摘のとおり、す、え、で、ー、にあの授業の鎮職、えー 遅延が生じていいいるという状況にございますこのような中で、競技期限の考え方につきましては、協議に必要な時間を取りつつも、遅延の拡大は追加費用の拡大、これにもなりかねないとものでございますことから、このことを念頭に、適切な時期を見極めて判断していく必要があるというふうに考えてございます、慎重に見極めてまいりたいというふうに考えているところでございます。森田副委員長 まあ今もおっしゃいましたけど、本当にこれ、日々、ですねあの追加の費用がかかっておりますので、適切に判断ということですが、なるべく早くえ協議を終えられて、ですねえ大きな方針を出していただきたいと思ってるんですけど、あ今日はまだこれから協議に入るという、中間報告ということですんで、これからその自宅事業者さんと協議をされて、その後については、どういったことがまあ想定されるのか、大きな流れ、そういったことも確認しておきたいと思いますけれども、いかがでしょう。 米谷市市長は協、い、議の競技のなが競技の流れでございますが、協議の後の流れでございますが、ま協、あ、議はあの2パターンの方向に行くと、1つは協議が整うと判断した場合には、現契約を継続いたしますが、その現契約の継続の条件といたしましては、プロジェクト管理者を選任していただくことということになっておりますので、プロジェクト管理者として、新規事業者を選任してもらう、選任してもらうということでございます。 あのもう一つの方向はその協議が整わないという場合でございますが、そのように協議が整わないと判断した場合には、現契約を解除いたしまして、オープン化事業を実現するためには、新たな事業者と新しい契約を行い、開発を進めていくことになるというふうに考えております森田副委員長。 はいわかりましたあの今後についても司会にはあの適時、えー、ご報告いただきまして、えー、進めていただきたいと思います以上です続きまして樋口委員えっと今後に関してはまあ今お話がありましたけれども一点だけ私からも今後についての一点だけお聞きしたいのは あの当初の契約書の中にありました、あの第三者による調停人の圧っや調停なども、これ視野に入れた対応があるということなんでしょうかねし谷市長えー、まずはあの対面協議を提案しているところでございますので、えー、対面協議を進めさせていただくということでございます。日口委員 まあそれを待ってからという話でありますので、まあ、それを、結果をまた、ねえー、お聞きしたいと思います。ででもう1点は、あのまあ、今回のような、まあ、100全体の、ねえー、事業としては100億規模という事業でありますから、まあ、かなり大きな規模のものだと思うんですで。その事業がなかなか進展をさせることができない、まあ、こういう状況になっている点に関しては、 まあ、しっかりとした反省が必要だろうなと、まあ、先ほど反省を、ね、するべきところは反省しますという話もありました、まあ、で今、現段階で、まあ、今後に生かすべき教訓のようなものというのはまだ言うの難しいのかもしれませんけど、まあ、何かあれば、ね、そういったことも少し、えー、紹介をしていただきたいなと思うんです例えばあの、まあ、こうした事態を、えー、引き起こさないためにも、まあ、職員体制の、ね、充実 必要という話は前回報告があった時にも少しさせていただいたと思うんですその時には答弁で技術面での担当課長今年の2月に配置をしたという話でありました答弁でありましたこれ改めてね思い返して思ったんですけれどもこれもともと必要だった人員配置が足らなかったということになってしまうのかなというふうに 感じたこととまた担当課長を一、ね、人置いただけで十分なのかなという点、あるいは、まあ、今回のこの事業に限らず、他の部署においてもこうした技術職員が不足しているという状況がないのか、あるいは担当の職員が不足している、まあ、こういうことがないのか、まあ、こういったことも含めて、えー、現時点で何か考えているところがあるでしょうか米谷市長。 はいあのー、反省すべき点は反省し取り入れるべき点は取り入れていくということでございまして、えーまあ、そのような反省点を踏まえましてあの人員のお尋ねであったというふうに思っております、あのー、今年2月に、えー、担当課長技術の担当課長を増員して4月にも体制を強化いたしております、あのー、当初の開発時点ではあのーまあ、通常の進捗ということで原油、えー、勢力で垂れていたという 認識でございますが、えー、遅延が発生いたしまして遅延の対策を打ちつつ、えー、開発も進めていくということもございますそのために、えー、体制を強化させていただいたということでございましてあの当初から手薄であったというふうには、えー、認識しておりませんただあの今の、えー、我々の体制を持ちまして全力で前に進んでいきたいというふうに考えております樋口委員 まあ、あの遅延が発生したので体制を、まあ、そ,それまでは良かったんだという話でありましたけれども遅延が発生してしまったというところがなぜそうなったのかというところだと思うんですね、でその、えー、話が、えー、こじれていく中で今、なかなか次の展開が見通せないでいる。まあ、7月24日に作業も 今、中傷したという話がありましたけれども、それで既に1ヶ月も空白がある、この先どういうふうな展開になっていくのかというところが、なかなか今、見通せないでいる、そういうね、なかなかその進まないでいるという状況があるという点を考えてみると、やはりそうしたことが起こらないような体制、しっかりとあらかじめ取っていくということが、 必要だったのののかななといいうのが私のまあ率直な思いであります、まあ、これはあのもう少しまた進展もする中で、少し議論もしていきたいと思います、以上です。はいはい、続いて、岩すいません、じゃあ、私の方もあも端的にえ伺っておきたいというふうに思います。あのまあ、まずは今もございましたが、あの一つはやっぱりこういったあの事態になったということについては、これは真摯に受け止めていただきたいというふうにあの強く思うところであります。 まあその上で、あのまあ、今後、協議をしていかれるということなんですがあの、これも言わずもがなではあると思いますけれども、協議の内容につきましてはです、ね、やはりあのきちっとあの後の検証も含めてです、ね、明確にあのそれがで分かるように、えー、公開云々ってということはまた別の話かもしれませんがあの、しっかりと残しておいていただきたいというふうにあの思っていますが、えー、その点についてはいかがでしょうか。小見谷市長 あの現時点では協議の,の内容についてちょっと差し控えさせていただきますがきちんと残しまして後々の検証に耐えられるようにプロセスをちゃんときっちり残していきたいというふうに考えております。 と、はい、ともよろししくお願いしたいといいたううふうに思いますそれとあともう1点はあの、これも協議の内容を踏まえてということで、先ほど2つの方向性があるというあのことはございましたが、あのやっぱりこうあらゆる事態というものを、まあ、想定をしてです、ね、まあ、しっかりとした準備体制というものは、えー、取っておいていただかなくてはならないというふうに思っておりますので。 当然、お分かりのことだと思いますけれども、あえてここで申し上げておきたいというふうに思いますが、その点についてもご答弁いただきたいと思います。小市,市長あのまずは、えー、現在の自宅事業者と、えー 現行の契約を活かして活かして契約に基づきまして追加の事業者を連れていただきますとかあの我々の提示した条件で協議できるのかということを確認してまいりたいというふうに考えております。その後の行き先でございますがいずれにしましてもそれ過程の話になりますのできっちりと準備をさせていただきたいというふうに考えております。岩浅委員はいあのしっかりとあの詰めを誤ることなく、えー、引き続き 協議を相手の方ともしていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。以上です。はい、続いて豊田委員。まずねこの自宅事業者からの回答っていうのでこうあの産業でまとめておられるんですけども。 これね通知書というのはこれ前市会議員に多分7月21日付の通知書が配布されてるんですけども、この回答書っていうのをねあの委員会の資料としてあの提出いただけないでしょうかね。小梅谷市長、えー、受託事業者からあの8月4日付でいただきました回答書でございますが。 あの向こうから提出されました回答文書について、その内容を公開いたしますと、あの今後、協議のために文書を受託事業者に送付いたしましても、率直な文書回答が得られなくなるという可能性もございますし、協、え、議、ー、の途中経過ということでございまして、えー、ちょっと公開できない、情報公開条例上も公開できないというふうに考えております。あの提出にについいいいいてはちょっとお許ししをたたただきたいとういうふうに思まます豊田委員わ、まあ、かりました あのー、この件ね、私、いろいろ第三者委員会とかですね、いろいろここまでやってきたということを、まあ、主張されてるんですけども、私、以前の委員会でも、ね、申し上げたんですけども、もともとね、この事業者への選定を行ったこと自体が間違ってたんじゃないかなと、まあ、書いてあるこの、えー、京都市の言い分としては、まあ、率直に言えばこの技術力がないままで、あのー、やってた。 技術力のない会社に、えーじじあのー、委託してしまったというような、あのー、そういうような話だと思うんですけれども、そこに対する私は、あの京都市の、あのー、意識って希薄なんじゃないですかね、あのー、その点、どのようにお考えになられてます。まず一般競争に 低価格法式の一般競争入札で受託されたということでございまして、我々といたしましては、まずはその契約に基づいて、開発作業を引き受けられた以上、受託事業者がまあ責任を持って作業をやりきっていただくというのが本筋かなというふうに考えております、ただ、あの取り入れるべきところは取り入れると、あの調査報告書でも記載されていましたように、あのシステム開発業務の調達に際して、改善点がいろいろあるのではないかと。 いうこともございましたので、そこら辺も踏まえて、一応、対応していきたいというふうに考えております豊田委員あくまでも、ね、その受けた以上はきちっと最後まであの業務遂行してほしいというのは、まあ、それは当たり前の話ですけれども、まあ、それ以前にね、この遅延原因のところに、あの作業品質の低さとかですね、まあ、そういったこと書いてあるわけですから。 まあそういったあの、まあ、な理解は私はできないんですけどね当然あの受注する、まあ、入札するにあたってその相手の企業がどの程度の技術力を持ってるのか。 えー、京都市が求めるです、ねえー、システムを開発できるのかどうなのかっていうことも含めてね私はあのー、そういう、まああのーまあ、一般競争入札でって言われてもですねそしたらじゃあどこに責任があるのかって言ったらねこの第三者委員会の、まああのー、報告書も見たりしますけどもね結局この第三者委員会にしても京都市が一方的に、あのー、やって。 そして相手はこの結果はです、ね、今回の回答ではです、ね、不承知だということで、ねえー、来ていると、ね、もうこの期間自体が何をしてたんやという話になると思うんですよ。2月に第三者委員会を設置して先般、えー、これ6月にこの報告書がまとまりそして京都市の方からは通知書を7月の21日で送って8月の4日に承服しかねるというような話が来て。 そしてまた、えー、今からです、ねあのーまあ、面談をしてです、ねあのー、直接です、ね、協、え、議、ー、を対面で行いたいというような、ね、話をして、ね、本当に一体いつまでこのことで、えーまああのー、解決の糸口をどこまで見出そうとしているのかというのが私、理解に苦しむんですよね。 まあこれ、当初の計画では、もうすでに福祉系のシステムというのは稼働しているはずなのに、いまあ、未だにまあこの対面形式等々の含めて、1か月、2か月、期間を要している、まあ、こういったことに対してね、あの私はあのいつもながら申し上げるんですけれども、本当に当事者意識って、お持ちですかね。米谷市長 はい、あの先ほどの,、えー、あの競争入札が不適当ではないかというお話でもございますが、えー、最初の方はあは調査報告書においても、まあ、この入札における事業者選定が妥当性を欠くものではなかったというふうなご判断をいただいております、であのこの第三者委員会自体があの、まあ、中立ではないというようなご指摘ではございますが、えー、我々は運営もあの分けまして、きちんとやっておりますし、 第三我々が考えていることを第三者の目から見たらどう捉えられるのだろうかということでその専門家の先生に改めてお伺いしたということでございましてその結果は尊重すべきものというふうに考えておりますで我々はあのやっぱり契約の当事者でございますので結果的にこうなっているということであの真摯に反省はしなければいけない改めるべきところは改めていかなければならないというふうに考えております 田委員、うん、ちょっと私、理解に苦しみますね、あのーまあ、はっきりね、これだけ手続きを踏んできたとか、事務らの手続きには瑕疵がないというような話をね、言われますけれども、まあ、まずね、私、客観的にこれ、拝見させていただいてね、このまま、えー、この今の、えー、事業者と、あのー、一緒にです、ね、事業を遂行するっていうのは、私は難しいと思います。えー、対面でどう話し合いをされてもですね。 あくまでもやはりこう信頼関係がもう完全崩壊しているような、えー、状況で私は見受けられますので、まあ、これはまあおそらくね、あのー、最悪の事態に備えるべき、私はもう時期に来てると思いますし、今のこの委員会に対しての、えー、常に答弁もです、ね、本使としてはきちんとやってきた、本使はこうなんだって言ってね、じゃあ、そしたらこれでね、まあ、裁判になってね、まあ、敗訴したらね、どう責任取られるんですか。 本地までの答弁で言ったら、もうはっきり言ったら切腹もんですよ、これ、本当に、そういうのを理解されて、あの答弁されてるのかなというと、あまりにもね、当事者意識に欠、ね、けてるんじゃないかなと思うと、私は本当、腹立たしいですよ、どうお考えなのかなと思いますね。小見谷市長 あのまあ、いつまでも協議をしてるんじゃないという前段のお叱りでございますが、まあ、あの先ほど、局長からもご答弁させていただきましたが、協議に必要な時間を取りつつも、まあ、適切な時期を見極めて判断していくということが必要であるというふうに考えております、あとあの当事者意識ということでございますが、あのこの結果につきましては、あの先ほど遅延が生じておって、こういう事態を招いていると。 いうことでございますのであの当事者として、えー、調査結果も重く受け止めつつ反省すべき点は反省し今後取り入れるべきが取り入れていくということを考えているところでございます代委員おしぼんのみたいなことをね、あの私も申し上げるつもりはないですけども私はもう以前から申し上げてますけどもこれは最悪の結果になると思いますそして本市の市長がすべて認められるとも私は思いませんあのそういった中で どういった形でね、市民の方にこれ,だこれまで与えてきた損失、そしてこれから与えるべきであろう損失も含めてね、京都市としてどういう形で説明をするのかということを、早急に私はまとめていくべきだというふうに感じております。以上ででですす、えー、にございいませんかかよろしいですか、はいえー、それれは、えー、なければ 以上で報告聴取を終わりますが、この際、総合企画局に対しての一般質問のある方、ただいま挙手していただいて、あらかじめ質問内容の申し出をお願いいたします。ございますかありません。では、ほかにございません。以上。なければ、以上で総合企画局が終わります。理事者ご苦労様でした。 次の消防局のまで休憩せずに行いたいと思いますがご了承願います入ってくるまでお待ちください それでは委員会を再開いたします消防局に対しての一般質問を行いますはじめに中村委員の方から消防団総合サイズの日程についてどうぞ、はい、は,はい。私から一点えっと お伺います確認ですが、以前にです、ね、全市の消防サイズの日程について、まあ、私が聞いている範囲で、各分団のほうがです、ね、10年は6月の第1日曜であったものが、5月の最終日曜になって、まあ、1週間早くなったということによって、まあ、特に祭りとか、そういった地域の行事とです、ね、いろいろ調整がしんどくなっていると。 いうことから、えー、また、それはずっともうこのまま決まったんやろかというような話を聞いたときに、ねした時、質問したときに、いや、これは何も固定じゃないと、たまたまそういうことで、ここ2年、そういう具合になってるんだということでした、ついては、ですね現実、地域の消防分団の要望からです、ね、でもともと以前、 まあ大体6月の第1、第2条というようなことが決まっていたわけですけれども、そこに戻らへんのかと、戻すべきじゃないかってなことのですね、お願いをしたことがございました、でその後、ご検討されてるってなことは聞いてはおるんですけれども、結論が出たのか、えー、といううな地域の行事はみんなももうそろそろ決めていきますから、早いに越したことはないので、こうやってお伺いしてるわけですが。 結果どうなったのか、ちょっと今の進捗状況なり、お答えください立入総務部長、はい。消防団の市の総合サイズの日程の件でございます、以前、委員会の方でもご議論いただきまして、6月の第1週のほうにです、ね、戻すということについての内容について、消防局の見解を聞いていただきました。 まああのその先生の方のご質問の合わせまして各消防団の方からもですねその後それぞれの団の方に調査の方を実施いたしました。 でそうした中で,です、ね、今おっしゃっていただきました祭りの日程に加えましてまた、ゴールデンウィークが5月にございますけれども、まあ、その関係で家族との,そのリクレーションの関係、まあ、そういったことも含めましてです、ね、やはりその余裕を持った市の,の消防団相互採掘をする方がいいと。 ということを、えー、団長会議の中で,です、ねえー、ご議論の方をいただきまして、ちょうど7月4日の団長会議になりますけれども、まあ、この中で,です、ねえー、各団長の方にお諮りをさせていただきまして、えー、結果といたしましては、6月の第1週、こちらの方で、えー、市の消防団総合採掘をするということをご了解いただいたということでございます。以上でごござざいいいまますす中村委員、はい、ありがとうございますととううことは まあ従前のそういった日程にもう戻るということが明らかになったとこう理解したらいいと思うんですけど今の返事を聞いてね。続ついてはです、ねまあ、それぞれ地域の行事もいろいろ早めにです、ね、主だった行事入れていく、まあ、時期にもうようやくもう来てるんです。続ついては今私も金手帳を見てたら来年は6月3日がです、ね、日曜日ということになりますよね。ととなると 具体的には6月3日が来年は全種の採出やと、このように理解したらいいんですよね立入部長、はいえー。平成30年度につきましては、6月3日が市の消防団総合採出ということになります。以上でございます中村委員 ならば当然、もうその辺はどうなんでしょう、もう決定事項として今後、発信されるということをすでにまだですよね、今、各分団長はその日程知ってるわけじゃないですよね、いやまあ、もうそうやってもう発表できる段階やったらですね言いたいのは、もう全市ですね、もう発信してもらって、それによって地域の解明法ですね、もうそれを入れるというような形でですね、 それぞれぞ地域の行事を、ね、ぽんポンと入れてもらうという方がですが、ね、いろんな意味でいいわけなんで、できるだけ早くです、ね、速やかに発信を一つお願いして終わります、以上です。はい、今のことに関連して、質問ございませんか、いいですか、それでは続いて、加藤愛員から糸魚川市火災を踏まえた火災対策について、はい、どうぞ。 あの本委員会であの糸魚川市の,あの視察を先日、えー、行いましたで、まあ、あの改めてです、ね、あの国の検討会の報告書や通知などもあの併せて勉強させていただきましてあの火災というのは本当にあの重大なものであの酒田市における大火災以来40年ぶりの,あの市街地における大規模火災だと。 いうことでありましてあの国が構えてですね、全面的な調査をやって、あの報告書を取りまとめたということ自体、本当に重く受け止める必要があるなというふうにあの痛感をいたしましたで、これを踏まえてですね、あの消防組織法37条の規定に基づく技術的助言として、あの通知が出されております。でこのの通知の中でもでもすね この火災についての基本認識っていうのがはっきりと書いてありまして一つはやはり火元区画というのは比較的火災に対する性能が低い区画であったけれども小村エリア全体はです、ね、木造の建築物が密集しているものの消防車両が侵入可能な地域であったとこういう地域というのは糸魚川市に限られたものではないと。 いうこの認識ですねそれからあの気象条件についても、えー、糸魚川市はあの当日は、えー、日頃と比較して注意が必要な気象条件であったけれども全国的に見て特別に強風の日が多い地域というわけではないということでありましてしたがって結論として全国どこでも木造の建築物が多い地域においては 強風化で火災が発生をしてこの糸魚川市のような大規模な火災になりうるとこういう前提に立つ必要があるんだとでその前提に立った上で必要な対策を検討すべきだとこれがあの、えー、国のこの通知に書かれている基本認識であります私もですねあの現地もあの歩かせていただいて改めてあの、えー、その当該場所についてもですね調査をしまして これはの多山の意思としてはならないと、本当にあの通知の基本認識に立って、ですねあのしっかりとあの教訓を捉えていく必要があるというふうにあの感じました、まずあのこの点の基本認識について、お示しをいただきたいと思います山村えよし、いや、すみません、先ほど議員がおっしゃいました通りあり、国の方からですね、 り方検討会ということで、えーまあ、糸魚川大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方、検討会の報告書、これが発出されておりまして、私も中身をもちろん読んでおります、であのもちろん議員おっしゃったとおり、京都市もです、ねえー、木造の密集地期も多い、また、えー、そういった、ねえー、災害路、境、ま、外、あの道路も多いということで、えー、この報告書、本当にあの、 えー、しっかりと対応しなければならないなというふうに感じているところでございますあまずあのもちろんあの消防京都市におきましてはあもともとそういった木造地域も多いと境外の道路も多いということで、えー、従前から、えー、こういった対策をです、ねえー、講じているところでございますあの具体的にはです、ねえー、装備や資機材の面では、えー、境外な道路でも侵入できて、えー、消火栓にする物資をすることなく早期に放水が可能な小型の水槽車ですね こういう導入も進めておりますしまた、車載のです、ね、消防車の車載のナビゲーションがあるんですけれどもこのナビゲーション自体のです、ね、表示があの車種ごとにどの消防車であればどのぐらいの取れるかという、まあ、そういった色分けもしているということもございますしあとあ、消火用水が不足した活用できる10トン級の、ね、タンクあるいは自然水利からです、ね、長距離かつ 大量に放水できるそういったスーパーポンパーといわれるそういった車両も装備整備しているところでございますでさらにはソフト面ですねこういった部分でも消防戦術面側では木造密集地域の火災に対応した活動要領を策定しておりますしまたあのそういった木造地域をです、ね、指定しましてその地域ごとに、まあ、防御活動資料というのをこ109地域ございますけれども、まあ、こういった 活動資料もです、ね、作成しておりますし、もちろん消防活動総合センターにおきまして、消防隊のですね訓練、こういった実践的な訓練、こういったものを実施しておりまして、そういったハードソフト面、両面を合わせて、こういった対策、今、言語を講じているようなところでございます。以上でございます加藤委員 具体的にあの通知に沿ってですねあの今、現段階での到達点をお伺いしたいというふうに思いますあの、えー、一つはですねあの今回のこの国の通知で、えー、避難行動、避難対策の強化ということについてもまあ触れた上でですねあの今もございました 市街地構造の分析、木造の建築物が多い地域の指定ということ、触れられております、で京都市においては、これは指定をしているということであるわけでありますけれども、この通知においてはです、ね、すでに確認して行っている消防本部においても、改めて確認することが望ましいというふうに書かれているんですよね、でこれはまずあの京都市消防としてはどのように取り掛かっていくのか、この点はいかがでしょうか。 吉田警防部長、はいえー、先ほども申しましたけれども、現行でも我々は、えー、木造密集地域のまあ活動資料という言い方をしてるんですけれども、そういう計画がございますで、これにつきましては、実際に消防職員が現地に入りまして、えー、例えば建物の密集度とか、道路の復員、えー、障害物、あるいは水位の距離。 まあこういった点ですね、消防活動に支障があるかどうか、そういったことで、えー、まあ地域をしておりまして、これが先ほど申しました、109地域ということでございます。で、一方ですね、あの先ほど議員からご指摘のありました、この在り方検討会の報告書の中でも、まあ、1つはですね、えー危険、炎症危険が、炎焼拡大の危険性の高い地域をあらかじめ指定していくこと、それともう1つが、 危険性の高い地域における火災防疫計画を策定しておくことということが提言されまして、またこの提言を受けまして、総務省消防庁の方で、先般7月31日にです、ね、この危険地域を確認して、するための手順、基準、手順や基準、それと火災防疫計画のひな形というのが通知されました。この通知では危険指定、危険地域の指定にあっては、消防活動の困難性だけではなく、 例えば、ですね木造率や不燃領域率といったそういった定量的なねデータも参考にしながらそういった地域を指定するということになっておりますので当局が言語しております109地域これにつきまして国の通知度整合しているのかこういったことをですねしっかりと検証して、まあ、新たな地域の追加や見直しこういうのを進めていきたいと考えております。以上でででございまますす加藤委員わかりましたそれでですねあの この通知の中でもあの一つの具体的なこととして言われていますのがあの一つは、えー、国があの再度また今後です、ね、通知を出していくんだということがあの明記をされておりました一つは、えー、木造の建築物が密集した地域などの大規模な火災につながる可能性が高い地域の指定の確認や 消火活動上、特に警戒が必要となる強風の程度の設定などということであの市町村消防計画の基準の見直しということが言われておりますし2つ目に、烈風化の消防対策の見直し応援体制の見直しそれから3つ目に炎症の防止、飛び火警戒、要配慮者の避難誘導など、まあ、住民行動の確保こういった点について あの消防庁において検討の上で通知を出すんだということでありまして、私、これを見ましてね、かなり全面的な検討や対応が、京都市消防にも求められるんではないかなという実感を持ったんですが、この理解については、当局としてはどのようにお考えでしょうか。吉田部長今申しまししままたたようにあの消防庁ののの通知中ではあの先ほど言いましたあの え危険地域の指定ですね、これについても定量的なデータで指定するようにということと、また、計画も、計画につきましても、延焼シミュレーション等をです、ね、活用しながら、より実効性のある計画に、えー、見直すというような通知がございますので、まあ、そういった消防庁の、ね、通知、も実際にあの7月31日には、具体の通知は来て、えー、まあ関係消防本部を集めた 説明会というのもやってるんですけども、まあ、そういった中身をです、ね、もう一度精査して、えー、しっかりと、えー、木造密集地域への対策、えー、これをまあ見直していきたいというふうに考えております以上でございます加藤委員えと今のご答弁は7月31日にあの私が今紹介をした通知が出されたということの捉え方でいいんでしょうかその上で具体的検討にかかられていくという今到達点だということでしょうか吉田部長 はい、そのとおりでございますあの7月31日に伊東江川大規模火災を踏まえた木造建物の多い地域などの、えー、大規模火災につながる危険性の高い地域の指定要領等についてということで通知が来ておりまして、えー、こちらの方に今申しましたようなことが記載されているということでございます以上でございます加藤委員分かりました加えてですねもう一点あのこの国の通知で言われているのがあのまあ、国町にならずに 自治体消防がやるべきこととして、あの火災予防、消防推理、消防団対策、被災者支援ということについてあの、早急かつ適切に取り組むということがいるんだということも言われております、京都市においてのこの改善方向や検討課題、この到達点はどうでしょうか吉田部長。 えまずあの消防水位についてでございますけれどももともと消防局におきましては、えー、もしまあ水,が、えー、水,水量がです、ねえー、不足したときの対応、まあ、具体的に言いますと震災時の消火栓がダウンしたときの対応ということで、えー、あらゆるまあ水利を活用して、えー、必要な地域に必要な水量を確保するというような概念で平成15年に震災消防水利整備計画というのをえ策定しまして、えー、まあこの計画では、えー 防火水えー、耐震型のです、ね、防火水槽や防火移動を、まあえー、計画的に整備するとともにです、ね、それだけではなく、まあ、通常の河川とかプールこういった水路をあらゆる水路を活用するという発想で計画が作っておりまして実際に糸魚川のような まあ水量がね不足するということは消火線だけに頼るとそういうことになるんですけども一応の我々としてはそういった計画も策定しておりますしあと国の方からもこの通知の中にも記載されておりますあの長距離かつ大容量のですねえまあ放水できるスーパーポンパーと言われているものですけどもこういったあの車両もですねえ消防区ではもうすでに整備しておりますしまそういったあの水利対策 という部分で言いますと、えー、国の通知をだけではなし、東京・従前からそういった対策を講じているというようなことでございます。山村予防部長、はい、あの予防対策につきましては、木造の建物が密集している地域にかかわらず、こだわらずに、ですね私どもあの、消防といたしましては、地域に入ってですね、 防火訪問などを行っております特にあの高齢の方の世帯ですとかあるいは身体に障害をお持ちの方の世帯などにつきましてはきめ細や,く細やかに中、えー、入って、えー、地域の実情を把握しているところですしまたあのこれはあの市民の皆さんも防火意識が高くてですね町内の皆さんで消火器を 設置されてまた維持管理されているというようなことですので、まあ、今後とも引き続きそういった予防対策のを進めたいと思っておりますしまた国の方で何らかの消防法令の見直しなどで出てきましたらです、ね、基本的にはそれに適切に対応してまいりたいというふうに考えております以上です加藤委員あのここまでねあの聞かせていただいてあの冒頭に申し上げさせていただいた通り あのやっぱりこの糸魚川市の,あの大規模火災ということを受けてね、あの今まで運用してきたさまざまなあの物差し基準、運用についても、あ,のあり方についても、これ、見直しをしていこうという、あの大規模な動きだというふうに思いますので、ここはあのしっかりとあの取り組んでい,ていただきたいということをあの強く求めておきたいというふうに思います。のは あの大宮消防出張所の廃ちょっとも一旦う、はいったん、先ほどの糸魚川市の火災を踏まえた火災対策についての質問で関連して、ほ、え、か、ー、にございませんか、委員の皆さんに、なければ続いて、えー、加藤委員から、大宮消防出張所について質問していただきます、どうぞ。あの 私ねあの、改めてね、国でこれだけの動きがあると、でまあ、あの京都市消防としてもさまざま対応されていこうというさなかにあるということでありまして、あの木造密集地域、市街地密集地域をあの中心としたあの京都市の消防の在り方について、十分なあの精査が必要ではないかというふうに感じるんです。であの これまでね議論をさせてきていただいてあの上行区をこう全体見た時にあの北には室町出張所とで西にはあの北の出張所とで南には上行の本所ということでしてこれあの上行区トータルに捉えたらこれ線で結ぶと三角になりますねでその真ん中に大宮消防出張所があるということであの その出張所管内の6学区が存在をしているということになっているわけですね。でここの真ん中の出張所をなくそうということを今言っておられるわけであの前回の委員会であの委員会資料としてはこれあの採用されませんでしたので個人資料であの資料請求をさせていただいて災害路がどうか木造建築物がどうかあの資料としていただきました。 その今述べたこの真ん中のところに8600を超す木造建築物があると 4m 未満の災害路が200本あるということでしてねこれ、本当にこのその対策をしている出張所をなくすということで大丈夫なんだろうかとでこの改めて国が進めているこの木造市街地の密集地対策大規模火災を踏まえての,あの教訓を捉えての対策 こういうことについてあの、この大宮消防出張所管内も、えー、具体化や検討に対しての対象になるということではないのかと、こうあの思ったんですけれども、いかかがでしょうか立入部長。 はい、密集地の対応でございますけれども、こちらの大宮のです、ね、六角区の方についてもです、ね、一応、われわれが消防活動場のです、ね、木造密集地域という形で指定をしておるところでございますので、当然、対象になってくる地域であります加藤委員あのそうであればですよ。 この十分なあの国の通知に基づいた取り組みあの、京都市消防として精査が必要なんじゃないですか、消防署の廃止ありきで、これ、ものを進めるということで、本当に安全確保できるんでしょうか。立入部長、はいえー、消防署,署の配置につきましては、えー エリアを総合的にです、ね、判断いたしまして、バランス、全種のバランス、まあ、こういったものにつきまして、バランスを考慮して配置をしていっているということでございます。で、そのバランスを取る反面です、ね、そこに配備している車両、装備、まあ、そういったものをです、ね、充実させることによって、早期に日がかりができる、まあ、そういった対応をこの地域は取っておるということでございます。加藤委員 著書の配置をどうするかということも含めてですよ、この糸魚川市の大規模火災を踏まえての対応、どうあるべきかと、あの検討するべきじゃないですか、あのこれまでね、あの議論させてきていただいて、あの出張像をなくすということについてね、 あの消防局がこれは大丈夫なんだというあの説明をされてきた大きな要素というのは2つだと思うんです1つは、大宮消防出張所なくしてもその先ほど言いました3つの,あのえ書章をあの中心にしてですね、円を描けば1.5キロ3分でその円でフォローできますよとだから大丈夫でしょうということが1つですよね。でもう1つは あの前回の委員会で、えー、各地から到着まで1分から3分になるポイントも出てこようかと思うと、これ、説明会の論議のときにやり取りさせていただきました、ポイントは出てくるけれども、地域全体としては現状維持、あるいは消防力は向上するんだと、この大きな2つのことを言ってこられたと思うんです、他にもいろいろ言っておられたと思いますけど、大きな切り口はこのことだというふうに思います。 だったらっていうことでぜひあのお伺いしたいというふうに思いますのは地域全体でというふうにおっしゃった地域はどこを指すのかねあの6学区地域全体はじゃあ到着時間は今現状でどうでこれは大宮消防出張所をなくすっていうことでやったとしてもこれはいけるんだと現状どうでどうなるのかというこの2つのことがね 今段階で具体的に示されてないんですよ、これで大丈夫でしょうっていうふうに言われても、そうですかとは言えないと、この点、どうでしょう。う吉田部長。はいあの、実際に今まで大宮出張所がありましたので、そこから出動してた消防隊がな、まあえー、くなると閉鎖されるということで。 えー、いわゆる不安,不安感を覚えておられるかもしれません、あの実際にです、ねえー、あの過去3年間ですけれども、平成26年以降、えー、大宮の管轄の6学区ですね、えー、こちらの発生した、えー、複数体が出動している建物火災、えー、これ、6件あるんですけれども、えー、これについて、えーまあ、分析をしました、であの6件のうち、えー、大宮が再先着。 一番初めにですね到着した火災というのは2件でそれ以外の4件は、えー、大宮以外の隊具体的に言いますと北野消防出張所の救助隊が、えー、再選着しているとでこの大宮が消防隊が再選着した火災も、えー、その30秒から40秒後にはですね次の部隊が到着しているということで、えー、またこの次の部隊というのはこの北野の、えー、出張所の救助隊が到着しているというようなことになります。 あの救助隊というのは基本的に救助活動で放水活動は原則はしておりません、ただ、えー、大宮出張所の廃止と合わせまして、この今、救助隊のいる北の消防出張所に消防隊を配置しますし、この消防隊についても、あの運用する車両は、先ほどから申してます、境内な道路にも進入できる小型の水槽車を、えーまあ、配置させますので、かなり日がかりは早くなるというようなことを考えております。 あのそれとまた繰り返しになりますけども先ほど申しましたとおりあの、ね、3分以内に、えー、集まる、えーまあ、消防隊が集まるそういった地域でありますことから、えーまあ、ちなみにですねこの3分以内3分以内言うてますけども、えー、ちなみに国の方はですね消防力の整備指針というのがあるんですけどもこの中ではですね到着まで4分半4分30秒を超えると林火に燃焼するというデータがあることから 基本的に所々の配置については、4分半に到達できる範囲に所々を配置するということですので、まあ、そういう部分から今ましても、えー、京都の庄福の場合は、それよりもまあ消防署が近接しているということになりますので、まあ、そういったことからです、ね、われわれとしては消防活動には低下するようなことはないというふうには認識しているところでございます。以上でごございます加藤委員今のご紹介があった あの大宮がえ一番最初に到着をした2件というのは、一体、各地から到着までえ何分だったのか、それ以外も含めて、ですねあの実績としてはどういう状況なのかというのは、お示しをいただきたいというふうに思いますが、いかがですか吉田部長。はいあの大宮市長所がですねえ現場到着した2件につきましては、今、手元でございますので。 1>, えーまあ、1つの火災は、まあ、2分26秒、もう1件の火災は3分7秒で、各地、消防、各地ですね、ピーとなって出動するんですけれども、その各地から現場到着まで、今の時間が要したということでございます、以上でございます加藤委員私はね、全、えー、市の平均で、各地から現場到着までの時間が3分42秒と。 でこれはどうやってこれを平均をは弾き出されたかということを聞くとですね、えー、と平成28年中の市街地における建物火災170件を足し合わせて170件で割ったとそういうの平均なんだということなんですよね。でその6学区の全体としての平均値っていうのがあの、まあ、件数が少ないのでね 平均っていうことをなかなかこの示しづらいっていうことはあるかと思うんです。ただね、やっぱりあの現に出張所がそこにあってですよ。であの、えー、そこにこの、えー、市街地が広がっているわけですから、あのここがなくなったときに、えー、どういう到着どう様相になるのかっていうのはあの消防局がシミュレーションするっていうことだってできると思うんですよね。あの私ちっとこの問題議論してきてね。 今やっとこの実績はこうでしたっていうお話がありましたでしょ、大宮の出張所がある状況で到着時間はこうなんですっていうお話、あの私は初めて伺いましたし、あのそういうことで言えば、ですね本当にこれ、安全が確保できるのかっていうこの具体の検証について、やっぱりこれ、ちゃんとできてないんじゃないかというのが、私はあのすごく感じるところなんですよね。 あの到着時間にどのような変化があのもし廃止を出張上すればです、ね、あの発生するのか木造住宅の密集状況、要廃慮者の状態勘案したら本当にこれ大丈夫なんだろうかとここに至ってもです、ね、具体に示されていない中で廃止というのはです、ね、あの先ほども申し上げたとおり国がこの大規模火災を受けての検討見直しをされているさなか だからこそです、ね、これはやはり拙速であろうというふうに思います、あの京都市消防にも、これ全体としての対応が求められているというふうに思いますし、ぜひともあのシミュレーションもしていただきたいというふうに思います。この点ご答弁い,ただいて終わります立入部長 はい、え今おっしゃっていただいたあ内容につきましてシミュレーションですね、え実際にやってみて、えまあ先ほど吉田の方が警防部,部長の方が申し上げましたけれども、まあそちらの方を再度確認の方をしていきたいと思います。以上です。いいですか。はい。えー、続いてあ関連質問どうぞありますか。はい。中村委員。また同じね。 ちょっとの繰り返しで大変不快な思いを持っているんですけれどもこの件は西岸でもですね不採択にもなっておりますで何度も言ってますけども去年からですねもうこれ1年半ずっとですね話してるんでその中で今質問があったようなことも含めてね要は総合的に全体を通して京都オール京都市としてねこれが良しと。 いうことでとということになってるわけですでまあね加藤議員の話聞いてたら市聴所の隣に住んでる人がそんなんなくなったら早速もしかじったらええねすぐ来てくれへんやんかどう,どうしてくれんやどうしてくれんやというそういうそのお隣さんのですねもうま身近な現実的なそういうことのですね不満を言うてるとしか私は聞こえないですね全体を見た時にはですね。 これが必要だということについての議論はずっとなってきたわけです、いっぱいあったらええと、それはそうかもしれんけれども、限られた財源の中、また一つのシステムの中で、ですねまたあの消防署員の中、そういう中で良で、ね、しとしてきたわけですから、これをですねいつまでもですね同じことの堂々巡りの話をするのは、これよくない、もうしっかりとですねその辺ははっきりしていただいて、あの 私こうしたらもうし消防署としてはです、ね、決まったことを粛々と進めていただきたいそのことがです、ね、京都市にとってプラスになるとこのように思いますので、えー、今後です、ね、この議論についてはぜひ、ね、とも進んでいただきたいということも申し上げたいと思いますしで消防署としてもです、ね、今、それについてのことで,です、ねまあ、今後の動きがです、ね 鈍るということがないようにですね計画通り予定通りですね進むようにしてほしいとこのように思いますが再度、その書としての思いを聞かせてほしいです原木局長、はい、あの大宮消防出張所の件ではさ、うん、まざまなご質問をいただきまして私もルル説明をしているつもりでございますあのいろんな不安要素は当然あろうかと思いますけれども 我々も一定、過去の災害からま消防隊の到着はどうかということを見まして、その上で周辺諸所のまあ消防力の充実強化ということで、これまでにない車両の導入をしていくというようなこともありまして、従前とはえ相当のまあ開きもなく、むしろまあ向上するような消防力の整備ができたというふうに思っておりますしまた、これからあの災害があれば、その都度 あのご質問いただくなり、あるいはご報告するということで、まあ、近辺の消防力がどうなっているのかということで、またご検証いただいたらいいかと思いますけれども、われわれは自信を持って判断をしたわけですから、この計画を進めていって、ですね地域の皆さん方の安心安全、まあ、消防力の強化ということ、地域の皆さんとも一緒になって進めてまいりたいというふうに決意しているところでございます。以上ですいいですす、はいいいかは委員 あの先ほどの、えー、質疑の中で、えー、大宮あの出張所の管内で起こった2件のケースについて、えー、と到着、まあ、そ,こがその2件、まあ、2分26秒と3分7秒という話がありましたけれども、まあ、その30秒から40秒後には、第2体がもう到着をしたんだと。 いう話がありました。だとすると、この大宮消防出張所がなくなることによって、この第二体の部分が到着するというまでに時間が遅れるということで理解をしたらいいんでしょうか。吉田部長。はい、えー。先ほどのあの、えー、説明もう一度繰り返しますけれども、あの六県、えー、の火災が六学区で、あの。 過去3年間ありましてそのうち、大宮消防隊が最先着に到着したのが2件ということでその後に到着した北の出張所の救助隊ですけれどもこれが大体30秒から具体的に言いますと32秒から46秒後に到着しているということであの、まあ、そういう意味で申しますとこの期間時間が、まあ、大宮出張所が亡くなったのまの空白期間といいますか空白時間帯になると。 いうことになだからあのやっぱり出張所がなくなることによって到着時間が遅れるということですよね。それは消防力の、えー、低下に、えー、つながるつながるというのかなあのこの間でいうとそうした遅れることによって火災が広がる可能性が出てくるでましてあの糸魚川の火災の時のように。 強風化のもとではかなり深刻な状況も考えられるということだと思うんですけれどもただ、それが先ほどの局長の答弁では消防力の向上を図っているんだという話もありましたそれでえその被害がもう相殺されるというふうなことをおっしゃっているんでしょうか。 火災が消せるんんだといいうう話をされていたんでしょうか原木局長あの私がご答弁申し上げましたんで、私の方から説明したいと思いますけれども、先ほどあの警防部長の吉田の方からご説明もいたしましたけれども、あの車両の配置の見直しということで、まあ、これまでは単純なポンプ車というのを周辺所長に配置しておりましたけれども、まあ、水槽を持った800リットル程度の、 まあ非常に災害路でも侵入できるようなコンパクトな車両ですけれども、まあ、水槽が設置されているような車両を持っておりますでこれあの周辺諸所に配置しまして、まあ、そうしますと消火栓に水利部署をする必要がありませんので、えー、加点前まで行って即まあ水が出せるということで私どもの計算ではあるいはあの過去の実例も見ましても、まあ、日がかりいわゆる消防車が到着してから放水までの時間が、まあ、少なくとも30秒 平均しますと1分ぐらいは短縮できるということですので、先ほど46秒最大遅れることがあると申しましたけれども、それをまあ差し引きしますと、まあ、ほぼプラスマイナスゼロ程度の時間、あるいは逆にまあ15秒程度はメリットがあるということになりますので、まあ、結果として消防力は向上、図られているということで、ご答弁申し上げましたので、そのことでご了解いただきたいというふうに思いますけれども。 あのそのあたりに関しては、もう少しあの、まあ、シミュレーションもされるという話でありましたから、えー、車両の配置状況なども含めて、少しまた検討させていただきたいと思います以上です他にございませんか。それでは続いて、えー、豊田委員、消防学校の共同化管理について、どうぞ。 まあ本当はあの1ヶ月前と同じようなやり取りが続いて、ちょっとまあ,あ,のあれなんですけども、最後になりますので、手短にちょっと質問させていただきたいと思います。えー、あの二重行政の,まああの解消というか、ですね、まあ、あのそういうことも含めて、ですねこの4月から消防学校の共同化ということで、取り組みをされています。もともとです、ね、京都市が消防センターをですね設置した際には、ですねもともとの伏見区の あの施設設がが老朽化ををししてているととうことがあって、まあ、設置をしそしてその際には、えー、京都府はですね、まあ、あの八幡にあるあの消防学校を使っていくということだったんですけども、えー、この間の協議の中で、まあ、京都府がですね消防学校をまあ使うというかですね 共同で使っていくというようなことになったということなんですけれども、あのまあ、これまずです、ね、お尋ねしたいのが、これに関する費用対効果とかです、ね、どれほどの経費、コスト削減につながったのか、お教えいただけますでしょうか立入部長。はいえー、今回の シート風の共同に伴いましてです、ねえー、経費の削減効果の点でございますけれども、えー、本市の方につきましては、えー、人件費、物件費含めまして3200万円で、えー、府の方につきましては200万円、計合わせまして3400万円の経費削減効果が生じたというふうに試算しております。以上でございます田委員 まあの年間で3400万ふうとし合わせてですね、費用削減というのは一つあるんですけども、しかし、あの施設そのものは、京都市があの建設、巨額の100億近くかかってるんですかね、100億以上かかってるんですかね、えー、の経費をかけてですね、建設をして、そしてまあそこにです、ね、京都府がえまあ後から来るというような形でですね、京都市としては、その建設費云々んの、 まああの費用負担ということは求めていかないのかどうなのかということが1点とあともともと京都市が京都市だけで使うような施設を建設したにもかかわらず、まあ、京都府の消防学校が入るというのはそれだけの、ね、スペースがあったというかです、ねえー、余力があったというかです、ねまあ、そういった建て方というのが実際どうなのかなと思うんですけれども、えー、その点についていかがでしょうか。立ち入部長 今回の共同化によりまして府の方に建設費の方を求めていくのかというご質問でございますこちらの消防活動総合センターにつきましてはもともと本市先ほどおっしゃっていただきましたけれども旧の消防学校の建て替えそれとあと阪神・淡路大震災が起こりまして 緊急消防援助隊というのがもし京都で発生した場合に他都市から応援に来ていただきます、まあ、そういったタイの施設を十分に確保していく必要性があるというそういうふうな趣旨から京都市が平成13年度から着手したものでございましてそういった意味から京都府の方に対しまして消防学校共同化になったそういったことで経費を求めていくという考えは今のところございません。 それから2点目府の学校のスペース、京都市の学校のスペースの件でございますけれども、今申し上げましたように、その緊急消防援助隊の集結場所という、そういうふうな扱いもしてございますので、そういった部分で、他都市から来た場合の,その野営の場所であるとか、車両の整備の場所であるとか、そういったスペースを勘案して、建設を行ったということでございます以上でございます。 田委員あの、まあ、のスペースというかです、ね、キャパの問題についてはあの今、理解したんですけども、建設費、まああの、京都府の方ですね、本来はこの小学校というのは、あの府県の筆致業務であの、政令市はあの努力義務ということなんですけども、本来なら、京都が設置した中にね、 京都市が入るというかですね逆に入らせてもらうというのがまあ一つの私はあるべき姿じゃないかなと思うんですけども、まあ、京都市の場合はやはり京都市中心主義というかですね、まあ、市内は京都市中心主義の中で、まあ、ある意味京都市が建設したとも京都府が入るということになってしまってね、まあ、本来であるならばもともとはあの設置の段階でですね、まあ、京都府の消防学校八幡の消防学校も老朽化してましたんでその時点でねやっぱり京都府京都市がしっかりとね話をして それこそ費用負担も含めてね、あのしっかりあの協議をしとくべきじゃなかったのかなというふうに私は思います、あの建設費以外のこの今の費用対効果が、えー、京都府は200万の、えー、メリットがあるけれども、京都府は200万以上のある意味ですね、200万どころじゃ効かない。 建設費がいらなかったわけですので、それ以上のメリットがあるわけでありますし、逆に言えば京都市が3200万しか、年間でメリットがないというのはですね、ちょっとまああのどうなのかなというふうに思います。まあ、あの、府市懇談パネルとかですね、いろんなことで二重行政の打破っていうことは、これ、角川市長も山田知事もですね、掲げておられる中で、まあ、あのこの取り組みですね、まあ、京都市にとってはあまりメリットがなかったかもしれませんけども、とはいえ、 まあ、あのお金に色はつけられませんし,し市民税だろうが不民税だろうがです、ね、同じ税金の類でありますので、まあ、そういった中で,で、ね、3400万のコストが 削減できたというのは、ですね非常に大きいことではないかなというふうに、私は評価いたしております。まあ、今後はですねせっかく、ですねぜひあの同じような、同じところでですね消防学校、運営されるわけでありますので,で、すね防災機能のまあ強化とか、ですね、まあ、いろんな面で、ですね京都府京都市がですね、まあ、さらに連携を深められるような、そういった研修制度も設けて、ですねぜひとも私は市民、府民の安心・安全に寄与するようなですね消防学校としてですね、 維持管理していただきたいなということを申し上げたいと思いますまたもう一点だけですね施設の改修がですね将来多分20年30年経ってくると起こってくると思いますけどもその時にはしっかりとですね京都府にもですね大分の負担をしてもらえるような形でですね今からあの議論していただきたいなというふうに思いますよろしくお願いします立ち入部長はい、えー 今後の,その消防学校のです、ね、改修にあたってでございますけれどもあの昨、えー、本年の3月末に京都府と京都市で協定を結んでおりますけれども、まあ、先生おっしゃったように建設費の分につきましてはです、ね、新たに求めないという、そういう形になってございますけれども、今後発生する可能性があります大規模改修につきましてはです、ねえー、その際には京都府としっかりと協議をすると。 いうことを明記させていただいておりますのでその点はご心配ないかというふうに考えておりますのでよろしくお願いしますよろしいですかはい、えー。今のことに関連した質問ございませんかよろしいですかはい。では、えー、これで、えー、消防局に対する一般質問終わります理事者ご苦労様でした委員の皆さんしばらくお残り願います まず8月7日から9日にかけて行いました本委員会のたとし調査についてご報告いたします糸魚川市において密集市街地域における防災対策について横浜市においてシャープ #7119 横浜市救急相談センターについておよびオープンデータの利活用の推進について 仙台市において大型汎用コンピューターオープン化事業についてそれぞれ調査をいたしました報告書については取りまとめの上市会事務局に保管しておきますので随時ご覧願います次に次回の委員会は9月4日の月曜日に開会しますのでご予定のほどよろしくお願いいたします以上で本日の委員会参加いたします委員の皆さんご苦労さんでした